米大リーグはほぼすべてのチームが10月1日、日本時間2日のレギュラーシーズン最終戦を迎えるのを前にした30日、同1日、プレイオフに進出する全12チームが決まった。アリーグは東地区からオリオールズ、レイズ、ブルージェイズ、中地区からツインズ、西地区からレンジャーズ、アストロズ。ナリーグは東地区からブレーブス、フィリーズ、マーリンズ、 中地区からブルワーズ、西地区からドジャース、ダイヤモンドバックス。両リーグともに東地区3チーム、中地区1チーム、西地区2チームとなった。日本人選手ではオリオールズ、藤波慎太郎投手、ブルージェイズ、菊池雄星投手、ツインズ、前田健太投手が進出する。